買い物、これで終わりだっけ？うん、全部買い終わった。あとは帰るだけだ。ああ、疲れた。おじいも買い物くらい自分で行けっての。頭目が簡単に里を開けられるわけないでしょ。これくらいのお使いは私たちがしなきゃ。もう人通りもまばらだね。これなら多少は羽目を外しても良さそう。何か甘いものでも食べていこうか。それくらいは頭目も許してくれるでしょう。嫌だ、すぐに里に戻る。そんなこと言わずにさ、ご褒美くらいいいじゃない。私たちめったに町へ出ることもないんだから。それとも私と一緒にいるのは気まずい？そんなんじゃないよ。めったに来ない場所だからこそ早く帰りたいだけ。ははん、おしのったらもしかして人見知りしてるんだ。たまに里を抜け出してる私と違って、おしのは外に出たことほとんどないもんな。だからそういうわけじゃ。そういえばもっと昔、それこそ子供の頃は屋敷から出てくることすらなかったし。もううるさいな。茶屋にでも何でも付き合えばいいんだろ。付き合えばそうこなくっちゃ。ちょっとそこのお二人さん、うちの茶屋に寄ってきなよ。おいしいお団子たくさんあるからさ、ほっぺた落っこちちゃうよ。良さそうな茶屋だね。入ろうか。もう何でもいい。いらっしゃい、おのあ、お二人さんご案内。はいはい、甘味どころ福島へようこそ。ご注文はどうする？お団子なら何でもおすすめだよ。あんこを2本お願い。こっちの子にも同じので。はーい、少々お待ちくださいね。あの二人姉妹かな。小さい方が妹っぽいけど全然喋らないからわからないね。なんだかただ者じゃない雰囲気も出てるし。でも一つだけわかることがあるよ。それってですか。はーい、お待たせしました。うちの名物団子ですよ。わあ、おいしそう。いただきます。さっさと食べて帰ろう。ん？なに？私のことは気にしないで。いや、そんなところにいられると食べにくいんだけど。ちょっとおのあ、何やってんの？ちょっとおとあ、耳を引っ張るのはやめて。まったく、何なんだ。こんな風に二人で団子を食べるなんて初めてなんじゃないかな。お京とは張り合ってばかりだったからね。そうだね。でもおしのがいなかったら今の私はないと思ってるんだ。何？急にそんなことは。いつか言っておきたかったからさ。それなら私も。私も？なんでもない。なんとなくだけど、ここで口にしたらお京がどこか遠くに行っちゃいそうな気がする。おしの、何？口にあんこついてたよ。なあ。おしのは私がついていてあげないとダメかもね。バカにするな。ごめんってば。私のお団子もあげるから機嫌直してよ。
だから子供扱いもするなっての。ん？なんか妙な息遣いが聞こえる。いかがですか、お代官様。